はい、今週もやってまいりました、映画見ようよでございます。私は衣笠龍斗といいまして、神戸の方で映画作ってる人です。とりあえず乾杯してから自己紹介しましょうか。とりあえずこれオンライン飲み方で乾杯。はい、お疲れ様でした。どうもお疲れ様です。お待たせしました。すいません。いえいえ、ちょっと今日初めての人がいるんで、ちょっとスカイプの設定に手間取って、今ちょっと1時間遅れでスタートしております。はい。初スカイプでございます。勉強になります。わわわわ。それは申し訳ありがとうございます。でもまあアプリは入ってたんですよね。小屋心だなく。言っていただいて、入れてたのは入れてたんですけどね。ああ。私今日またチューハイ飲みながらやってます。私は衣笠龍斗と申します。はい、じゃあ川村さんから。どうも、川村も浅井でと言います。神戸の方で映画の自主映画の脚本を書いたり、助監督とかいろいろお手伝いをしています。はい、では中野さんお願いします。自己紹介で、はい、本名は中野でございまして、ゆめはおかめちゃん、そしておかめちゃんまでが名前でございまして、丁寧に言っていただく方は、初めての方とか慣れてない方はおかめちゃんさんと言われますので、ね、おかめちゃんでいいですよっては言っております。よろしくお願いします。はい、よろしくです。そうですね、タレントさんになるんですかね。女優さん兼タレントさん、もしくは司会業が本業になるのか。そうなんですよね。司会業だったんですけど、なかなか今司会のお仕事がないので、タレントとか俳優とかがなんか本業になっていてますね。はい、もう言っていいんですよね。私はもうなんかこの間チラシでお見かけしましたよ。なんか映画の。はい、中野カメってなんか入ってたチラシをお見かけした。はい、あ、グロッキーでしたっけ。グロッキー、おかめちゃんですね。あ、おかめちゃんで乗ってはるんですよ。そういう活動されてる方でございます。今日はなんか、それでその中野さんがちょっといっぺん参加しようかなって言っていただいたんで、ね、中野さんにご希望を聞いたら、今日見るのはプラダを着た悪魔というのを見ることになりまして。ありがとうございます。そうなんですね。プラダを着た悪魔がね、そうそうそう、いや、すごいの来たなと思って、ちょっと緊張しております。いや、私前、一遍は見てるんですけどね、今日はちょっと中野さんに教えてもらわなきゃと思ってて、いや、この映画大変だとか思って見てた覚えはあるんですよ。だから、いまいちよく分かってないかもしれないと思いながら。で、じゃあ、中野さん的には、この映画のおすすめポイントをちょっと見な。おすすめポイント、うん、そうですね。その主人公の女の子がその雑誌社に、ファッション雑誌の会社に入社して、最初は全然ファッションとか興味なかったんだけど、でそれがまあまあだんだんとっていうか、途中で、あ、こんなんじゃダメなんだっていうことで、でそこの衣装を借りて、どういうのを着たらいいのかっていうのって、でいきなりクッと変身して、で、周りの社員さんたちもちょっとその子を見る目が変わったっていうか、っていう映画で、いや、私もね、あれなんですかね、ちょっとね、男的にはかなり分かり、想像したことない世界を見せられた記憶はあるんですよ。で、結構女の人、これ好きな人多い、大ヒットもしたじゃないですか。で、その後もかなり影響を与えてたとは見てて思ったんだけど、あれがちょっとね、気持ちってなんだろう、想像したことなかったんで、やっぱり、あ、想像でこういうことなのかなぐらいしか分からない、ピントは来ないんですよ、直には。あの魅力が、魅力というか、なんか危ない世界に引き込まれてる感じはバリバリ伝わるんですけど、これ何が危ないのか、ちょっとその辺なんか、なんでしょうね、あれ。危ないと感じましたか。いや、だからいわゆるジャーナリストで専攻で、全く化粧っ気もおしゃれっ気もない女の子が、なぜかそこに、インターン行くことになっちゃって、でどんどんその世界の深みにはまっていく感じが前半あるじゃないですか。はい、それがかっこいい。いや、あかっこいいんですか、あれは。あれがかっこいいですね。かっこ、あれは、いや、怖い世界に引き込まれる、なんか
不思議の国のアジトを見てるような気分になってしまった。ああ、男性的にはそうなんですか。うん、あの危ない世界へ引き込まれていく感じだよな、これとか思って見てた。私はすごくいい世界っていうか、かっこいい、憧れ。あ、だからその、なんだろう、誘惑がすごい魅力的なんですね、そういう意味では。はい。はい、あのだんだんあの女の子が変わっていく様がね、見てて見応えがあったのは覚えてるんですけどね、うん、かっこいいじゃないですか、あんだけ変わったら。あそっか、あそっか、お姫様になる感じとかに近いのかな、なんかすごい簡単な言い方。そうでもない、なんか理想の自分になる感じ。簡単に言ったらそうかもしれない。うん、あかん、うん、河村さんは。いや実は全く見たこともなくて、あの全然日曜洋画劇場とかでテレビで やってたけど、そんなあのあんまり見る気はしなくて、全然っていうか、まあ、そんなこと言っていただけないんですけど、ちょっと食わず嫌いしていた。だから、あんまり河村さんというとね、時刻のレベッカとかあの辺の感じとか、あのピンとくると思います。あ、ハリウッド製のこのウィルメイドな、あの、ドラマっていうの、あの心理サスペンスではあると思って見てたんですけどね、なるほど、あの怖い映画なんですよ、実は。怖さが出る、ね、そうですね、まあ、そんな映画をちょっと今日から、今日あの1時間50分の番組、あの映画ですけど、見ようかと思ってます。まあ、他言い残したことないですね、見る前に。まあ、あの見ながら、みんなで飲みながら喋る会なんて全然大丈夫でございますので、全然あのそうだ、初めて言ったが、あの席外すのも OK だし、つまみ取ってきても OK ですから、酒持ってきても OK なんで、途中で、はい、席外しても大丈夫でございます。じゃあ、まあ、いつものことと、あの、プラダを着た悪魔、1時間49分28秒ですね、私の見た、アマゾンプライムです、私は。これで、DVD の方も大体その番だと思います。他の番は、まあ、まだ出て、あのデルタスカットがあるかもしれないですが、ご注意ください。1時間49分の番でございます。で、今からあの5秒数えて、3、2、1、0、はい、スタートで、スタートしてください。今は、本編の、20世紀ホックスの録画が映ってるかな、それの、あ、はい、あの、0分00秒でポーズかけておいてください。で、3、2、1、0、スタートでポーズを外して、そうするとみんなで見てる。大体あの話が通じると思いますので。じゃあ、今から行きますね。じゃあ、行きます。5秒前。4、3、2、1、0。はい、スタート。タンタン、はい、20世紀ホックスですね。お、薬物使用、暴言、性的なコンテンツ、暴力とか。え、あ、そんなの入ってます。やばい。大丈夫ですか？なんか、あれ？なんかそんな注意書きが出てきて、そんな危険な作品だとは。22分で、いや、結構あの大人の女向け、うん、女の人向けに作ってます。だから結構ね、あのセクシャルな、セクシャルってのは何て言えばいいのか。ありますか？セクシャル。なんか危ないシーンがいっぱいあったような気はするんですけどね。まあ、下着のシーンぐらいぐらいでしたっけ？なんか、なかったかな。危ないシーンありましたっけ？あ、この、なかったですかね。いや、これか、これか。結構ブラジル。黒い下着は。そう。多分それでしょ。これ。あ、この印象かな。こういうセクシーショットは冒頭から使うのはちょっともったいない感じがしますね。もったいないんですか？いや、あのね、これね、女の人向け使ったね、これ売りじゃないんですよ。これリークなんですよ。怖いな。これ男性的に売りなんですかね。男性が見る、男性向けだとこれ売りに持ってきたい。男性ならもうちょっと中盤あたりに持ってこないと、今のは。ただ単に女の人の肌感にしか見えないから、あんまりこうそれがどうしたって感じだな。でこれ見てる朝からおしゃれな下着をお着替えしてるという、そう張り切って出るぞというあ、そういうところから、そうそう、はい、あの生々しい、あ、ただあのアクション映画で言ったら、あの戦闘服に着替えてるんですよ、これ。あ、それです。女性たち。ただ一人だけこの主人公は戦闘服じゃないんですよ、実は。そうです。よく見て、だんだん分かってくるんですけどね。彼女もああいう下着、かっけえ下着着てるのかって言ったらそうじゃないんですよ。
冒頭黒い下着を履いてはったのはアン・ハサウェイじゃなくてないんですか。他のこの綺麗な女性たち。あ、そうですか。誰がどんな下着を履いていたかですね、ちょっと忘れてしまったけど、まあまあ忘れいや、顔出てないです。あ、もうだからそういう、まあ、言ってしまえば、その、なんだろう、タイプ別に分けていく感じですよ、あの、いろんなキャラクターを。そう、このブーツの女の子、この子は止まる。この子も止まる。かっこいい子はどんどん。なるほど。どんどん車で行く。で主人一方主人公はですね、ここは地下鉄ですか。地下鉄。あのもしゃもしゃ食いながら地下鉄。むしろ現時点でアンソハソエがすでに魅力的に、この中で一番魅力的なものが。化粧気がないけど魅力的。化粧気がないけどね。まあ、髪の毛のまあ。メイク的には髪の毛って一緒ね。あとコートがかっこいいことなんだけど、ダサく着てるという衣装的には。いやでも普通で見たら綺麗っていうかかっこいいですよね。うん、あのだからあこの辺が難しいところですよね、下地掛け。うん。別に普通で見たらダサくないんだけど、うん、あの中に入ったらダサくなるという。この完全にあのみんなモノトーン。ああ。モノトーンで壁が白で、みんな目立つのが一人中間色のやつ。はいはい。もう絵で分かるようにして。見せないというタイトルになってる悪魔の顔は見せない。そりゃもうあの仮面ライダーブラックの冒頭みたいな感じですよ。こう顔は見せずにこう肩足とかだけ来るぞ来るぞ怖いのが来るぞっていうこの盛り上げ。あ全員なんか悪魔界のいいっすねあれ、うん、みんなあのちゃんとすると、うんなすすべがない主人公まあ初めてのとこだったら分かんないですよね。うんいい感じです。だから周りをパシパシやってて、あようやくアップドーン。前と後ろだけ。
そうですね、基本歩きながら芝居をつけてって感じで、ちょこちょこアクションをつなぐ。まあ一種アクション映画として作ってる節はありますよね、確かに。うん、アクション映画？結構アクションつなぎやってますんで。あ、作り方が。作り方、このもうほとんどあの作戦会議室で入ってくる将軍と兵隊の会話じゃないですか、これ。そうですね。ああ。でもこれ多分セットですよね、これ。うん。あの、窓の外の高層ビルがどうも写真というか絵っぽいというか、実物っぽい感じなので、ここはもう写真で十分いいです。うん。多分セットですよね、これ。ああ本当だ。ロケだとこんなに綺麗には撮れない。こうセットの壁をこう外しながらこう、うん、カメラを動かしてる感じですね。メリーストリップ前ないの。いい編集ですね、今の。あとポン。ここだけでズームでグー、うん、ズームというかこう、うん、あのトラップで、トラップであの。まあ今のあれですよね、あのボスがこいつ見込みあるかもと思う瞬間、思う瞬間そうだ。まあ、何が見込みはあると思わせたのか、それはもう秘密で、当人同士の秘密で、もう言わなくていい、描かなくていいっていうことです。あのトラックアップ一発だけでもこう来たけど、この人はもう餌食になるんだなということも分かるっていう。餌食ですよ。いや、どこか見たらやっぱり餌食に見えてきましたよ、前の時。危ねえ、こいつとか誘惑されていくんだって、この世界に。蛇に睨まれたみたいな。なんだろう、やっぱ純粋無垢な女の子をこう仕立て上げてやるみたいな、この野望というかね、大人の世界に引き入れてやるかっていうか、なんていうか。まあ優等生に悪いことを教えてやろうみたいな、こんなそんな感じです。まあまあ、そういう感じで。すいません。やっぱでもあのパーティーの今のパーティーの詩もやっぱりうまいんですよね、うん、なんかこの二人が付き合ってるかもって分からせちゃうという、なのに、なんか終わりだけでこの男は少なくともこの女好きだっていうのは、でオープニングの繰り返しが。
そうですね、メリル・ストリープ、なかなか出てこないですね、おっしゃるように。この、まあ、あの来る、うんま、周りの役者をあやで、いろいろ動かしていました。エイブラムス船長すごいアイシャドウですね、この女の人。うん、なんだこれ。確かにあのアイシャドウはなかなか見ないですね、うん、まあちょっとだからおしゃれだけど嫌な感じよ、うん、このアイシャドウのかわいいですね。一応真似する。へえ、あ、なんかパリできっと何かが起こるんですね。映画的にも。まあまあそこはね。いや、これ多分あの。パンの小人ですか、なんかあオードリー・ヘップバーンの主演のやつありましたよね、なんかこれ同じシチュエーションあのアパレルの女社長とパリに行く話が、でもまあこのオフィス選手の結構 立体的というか奥行きを意識して作ってて、なんか随分しっかりしたセットだ、いいセットですよ。いや、だからセットと一緒本当に良くて、ようできてあるというか、うん、パンなんかわからない。なんて読むの？ドルチェ&ガバナ？なんだじゃ。そうなんだ。それで切られちゃった。ブランドの名前なんだ。うん。ドルガバ。ああ、そういう。その靴ちゃんと映すとちょっと上げてきたカメラいいな。まあ、今のところそんなメリル・ストリーパー、そんな怖そうなおばさんには、あんまり見えないくて、こう、周りが、意識してるみたいな感じなんです、うんうん、この、アン・ハセを見る目つきというのがね、これ、なんていうか、多分タイプなんでしょうね、このメリル・ストリーパーと比べて、この女の子は、きちんとタイプなの。多分この子すぎる。うん、もうあの月影先生に見込まれたなんとかさんとか、あのまあ、や、まあ、北島あの岡ひろみが宗像コーチにこのコーチに見込まれた岡ひろみ見つかめるエースでもなんかこれ
小説書いた人なんかその辺のどうなの、いやうまい、その辺のキャラクターの作り方うまくていやもうこれはもうあの師子弟の師匠と弟子の関係にこれはもうなっていくわけです。うん、メリースリルストップはときめいてるんでしょうね、ときめきを感じてるんで、こんなハサウェイ、いやでもメリースリルストップ今度これと同じぐらいにマンマミーヤとかもやっちゃってるからとんでもない女優さんですよね。ああそっか、あのぶっちゃけたお母さんもやってた、お母さん、あ、ほんまや、お母さん、確かに似たような年格好で忘れてた、とんでもないですよね、これ2つできるってのはイメージ全然違いますよね。ね、全然キャラクター作れるという能力を持つ、あ、それいいですね、キャラクター全然違うキャラクター、うん、作れるのっていいですね。うん。新兵入隊のシーン。しかしこの青いまぶたのこの、うんうん、コメディリリーフ的な女の人もなかなかどうして素晴らしい。いや、この人、うん、この人素晴らしいですよ。ちゃんと、ちゃんと印象に残していくんで。この顔の表情がコロコロ変わる、あの、目の青い女の人がだいぶこう、印象に。データ正確にやってくると多分笑わせつつここです、あの次の人に絶世のモデルタイプを置いておくという無意識に対比しちゃうという後ろの人手持ちカメラで揺れる揺らしてと
みんなに。踏んだ。虎の尾っぽを踏んじゃった。激甚に触れた。竜ので激甚に触れた。ですね、メリル・ストリープは低い声で淡々と余裕しゃくしゃくでゆっくりと動く、うん、なんか大女優の貫禄この単に気難しいおばさんが実はっていうのがね、あそこで見えてくるという。な、それまでは ある意味本当にこの子はバカにしてたんですよね。あの辺から変わってくるという。怖いですよね。いやまあ、ファッションの業界のプロフェッショナルな仕事に触発されるというか、そういう構造なのかな。うん、いやだからそれは、ある意味で、ね、この主人公を、あれですね、アバターとして使って、お客をその世界に引っ張り込むという。はい、黒でもなるのか、エンジか、濃い赤に。あと新平くんじゃね。そうね、このテンポ。これがまあ多分ファーストターニングポイントぐらいな感じですかね。こんな。ですね、だから。すごさが見えてファーストターンに超えて、ここでもう対抗してる。パトリシア、いいな、あの辺のテンポ。あ、この同じことをどん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 繰り返していくって、あ、いいですね、この演出。で、うまいのはこれが一つも同じコートも同じバッグもないことなんですよ。でこの辺でだから最初のこんなカバン持って出ていかないでっていうのが効いてきたりするという。まあ、いかにも堅物そうな父親が出ていましたね。この人は何でしょう、大学で教授でもやってる感じですかね。学級肌っぽいですね。茶色。ベス、セーターのベストに。
メガネ。メガネも老眼鏡。まあ、さりげなくさっき の, あのレストランの場面もすごい作り込まれてるというか、発見がエキストラがきっちり演技してて、あれでもなんかセットっぽくなくてロケっぽいんですけどね。ロケっぽい、ロケなんですかね。ロケでしょうね。結構やっぱアクション映画でしたこれ。テンポがいい。次々となって怒っていく。振り回される主人公。お父さんそっちのけというのが。この辺りの、ね、奥の廊下を歩いていくこのエキストラさんの配役とかね、なんか位置、これ撮ったこと、これはまあよく読む。なんかこう手のひらで転がされてる感じがありますね。であの主人公って衝撃の一言ズタズタにされていくというたぶん、あんた認めてるよって言ったつもりなんだろうけど、待って。世界が違いすぎる。やっぱコメディ映画としてようできてますよ、これ。
ャディチャディチャディチャディ傷口よ。そうか、このつるっぱげの丸眼鏡の男の人はまあ軍隊でいうと博士とかそんなタイプのポジションの人だったな。とか技術者など、まあ、あのちょっと優しい先輩あの力になってくれる人で、うん、鬼隊長があれえ、鬼隊長ではないでしょう。それにしては優しいよ。あの、あっちが、あのメイストティブが鬼隊長、これが上の上等兵で、上等兵とか、うんうんうん、優しい軍曹がやって、これが新兵。新兵しごきの映画。けど、この映画は女性が見て、どういうところに惹かれるのかなって、やっぱ。ああやっぱり頑張ってくれよ。もうちょっと、もうちょっとお待ちください。もうちょっとすら。いや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 、その辺ちょっと教えてください。教えてください。私もそうかね。あの、想像でしかないんで、私も見ながら。ああ、この辺かなと思ったら想像でしかなくて。なんか、みんなで認められてほしい女の子が頑張ってるところに 共感するそれは評価しますね。そうそう、この世界の兵隊になろうとすると、いい兵隊になろうとする。いや、でもこの人本当はジャーナリストになりたかったんでしょう、うん、そうです、そうです、そうなんですよ、それが変わっていくっていう、うん、だからあのフルメタルジャケットでいけば虫も殺すなよとか人を殺せるようになっていくシーンです。うん、そうそう、で彼女の中に変化があって、うん、だんだんだんだ、そうです、そうです、こっからこっからいいのよ。このコメディリリーフ役のあの女の人がいつも胸元が全開で気になりますね。あ、モーカーちゃん、え、スッター、モーカーちょっと早すぎるよ。いやいや、これなんかこれをねやって大丈夫なんでしょう、この辺で展開本当にすごいんで、もうこの辺でやっといて大丈夫、この辺のことは。この口半開けてるの本当うまい、この人たち。いや、なんか場数踏んでそうな感じの、この2人の女優さんのこと、ベテランというか、なんか、ベテランうまいそうね。でもこの変身かっこよくないですか。かっこいいですよ。いや、あんまりそこがね、ピンとこなかった。来ないんで、組むけど、私は。あの、意味は分かるんですよ。うん。ただ、あの、そうそう。あの、そっか。男で言えば、軍隊棒では、なんか、この辺で、あの、なんか、拳銃撃っちゃったりするようなシーンだったかもしれない。あ、かっけえと案外とか、できなかったやつがっていう。え、どうしてそこで軍隊出してくるの。いや、だからね、だからね、あの男の子がね、わあすげえとか思うところと、女とかわあすげえと思うところ差があるんですよ、やっぱりこの映画は。ねえ、だからあの私なんか見ながらちょっと頭の中で、女の子だったらこう思うんだっていうのをやりながら見たのを今思い出します。おー、あ、きっとこういう、あ、これかっこいいんだとか思いながらね、うんうん、なるほどとか思いながら見た思いが、さっきの白いコートとかすごいじゃないですか、パーンって出てくると、今まで黒だったのがこの子だけが色をまとって、うん、色をまとってかっこいいというのをやってくる、ほらほら新平さんがだんだん熟練してきた。
実は才能あったって。うん、そう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 。どうしようもない。なんで今の満足目気味な絵に今。もう完全にもう自分の手のひらでもやらしてみたいな。ああ、女の方は変わってるのに男の方は変われないっていう。あの男だ、いいっすよね。この、今見る、ここで見るとすっげえダサい顔に見えてくるという。あの顔が、ひげが。11万円の電話。いやー、でもお金かかってるはずですよね、多分ね。いっぱいレンタルじゃなくて、こう。あれを誰が出したのか。そうですね、新入社員の女の子が、こんなにブランド物をどんどん買って。でももらったんじゃないのこれ。このプレゼントをもらったやつ、あの、ね、もらったやつで、ただあのこの服とあの紙、この日を会社持ちだったのかどうかっていうのが気になる。ハサウェイの髪型も非常にこう美容院に行って、うん、あのさっきの社内の美容部へ行って、ね、会社もちゃうかな、あれやっぱり社員は、うん、だから彼女が変身してる様子というのを一切見せないで、もう変わったっていう変化、あとビフォーアフターのアフターだけでもういきなり見せちゃう。いやだからね、あのね、この映画のメインはそこじゃないような気がします、うん、この映画のメインは前半が変身、ここでもう変身大体やってて、この後も怖い感じになってくる、うん、私は怖かったですよ、この辺がちょっと怖いんですよ、私は。怖いんですか？ちょっと怖いんですよ、これ。だから宗像コーチが岡宏美をこうむちゃくちゃしごき倒す場面が実は抜けてるんですよ、この今までの段取りの中で。諸星なんかウルトラマンレイを鍛えてる場面がもうなくて、もういきなりこう変身しちゃってるんですね。エースになることが果たして正しいのかって話でいくので。はい、ちょっとごめんなさい、ちょっと先回りしすぎで言うとね、うん、これってなんか誘惑されてる気がしてね、やっぱり。そうですね、なんか魅力冴えない彼氏を捨てちゃうみたいな、うん、いやだから展開がなんかこう、うん、なんか見えてきますね、なんか、うん、世界が違うんですよね。捨てちゃえ、そんな男捨てちゃえ。いやいやいや、幸せの青い鳥は案外西側とかにあるかもしれない。幸せの青い鳥そういうことです。いやこれ見てると私ね、なんか切ないんですよ。どこが、まあ、今まで幸せだったじゃん君はと思って。あ、こんなところへ来てなんか慣れない、こんなところへ入ってそこに幸せあるのかと思いながら、これあるある、ステップアップよ。あるんですか、ここに。なんか私はなんか情けに見えてね、なんかこれがすげえなんか怖いんですよ。やばい世界。それがいい世界なんです。エンタリストの主人公。いやいや、その上昇志向は堕落だみたいな感じですよね。とか、やばいよっていう、あなたの夢見てた夢はどこ行ったのっていうね。メンタリストハマったな。あ、この人が、ああ。いやいや、だからうまいんですよ、この人はやっぱり。この首のマフラーがいい感じに、いかがわしさを出してますね。いかがわしいかがわしくて。で、こいつ、実はあの、よく見るとそんな美形じゃないんだけども、うん、すっごい魅力があるように見えてくるというのが。うん、なんか、バブルのところに入ったので、テレビのプロデューサーとかディレクターみたいな。そうそう、そんな感じ。うん、
バブリーチックな。いや、よしよしよ。ただこいつがね、あのやっぱりアン・ハサウェイが恋をするんだけど、なんかやっぱりこうまいので分かるんですよ、その魅力みたいなのは。あ、これ惹かれるわっていうの。雰囲気がかっこいいですよね。うん、かっこいい雰囲気なんだけど、これうさんくさい感じで出てくると。いや、もうなんか女の扱いにはなれてるよみたいな感じです。ここで季節が多分夏くらいに変わって、初夏の頃に変わってますね、多分。春から夏へ来て。で、いつの間にかまたモノトーンのみんなの制服と同じ服になってくると。ああ。あの世界に溶け込むというね。もう完璧に溶け込んでますね。いいコメディだ。このドヨーンってした顔好き。あ、この人、旦那さん、夫がいたんですが、うん、もう高潔の独身女性だと思ってたけど。いや、そうなんだ。だからこの2人の物語なんですよ、やっぱり。彼女が何者かだんだん見えてくるで。ああ、もう。ようやく彼女の自宅が。ここはもうカットバックで同時進行でやっていくんです。ようやく彼女の秘密が見えてくると。やっぱこの辺盛り上がりますよね。うん。謎の人物の家に入る。どれだ。意地悪ですよね、ちょっとね。意地悪なのか。意地悪なの。いや、だから意地悪してるかもしれないと思われる、うん、かもしれないし、うん、本当なのかもしれない。あの双子は何者か。うん、双子だったのか。兄弟。兄弟。そんな。いいな、この辺の引っ張り方。あ、こうしてみるとなんかアン・ハサウェイもすごくスタイルは良くて。そう足が細いし、うん、めちゃくちゃいい。綺麗ですよね。綺麗な人です、ね。まあまあ一番綺麗な子という。
すごいですね、この視線のやり取りは。これであのトラックアップまたやるという、かすかにトラックアップしていく。怖いよなこれ。怖いよな。これ見たなって感じですね。いいっすね、この同僚の女の子、完璧っすね。 この人がいるから話が成り立ってる。そう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 。うん、この相棒組まされたやつが嫌なやつっていうか、いやというか、まあ、いろいろ説明してくれるって言っちゃうかも。怖いな、このショットも。トラックアップ。あ、このようなヒッチコック的なコースですね。うん、そうそう、グワーグー。あの、レベッカでしょ、この辺。ハリーポッターの新刊。この子がいいな、やっぱり。ああ大変っていう。あ、でも映画の後半に向かってこのどんどん主人公の肩とか足とか露出が大きくなっていくのは やっぱ分かってますね、計算的に。これそうそう、な夏、冬から始まって夏に終わるという、やっぱり徐々に徐々にこのあらわになっていく感じ。多分これまたね、うん、一周したような気がします、うんうん。あのインチキ臭い男が今度はこの女の胸元を開けてる感じがまたインチキ臭い。インチキ臭い。インチキ。いや、この人だからテレビ、この人主人公テレビしてもインチキ臭い男の主人公やってましたから。メリルストリープの方の胸元もだいぶ開いてきましたね、これ。これ、夏だからっていうとこ、そろそろなんか肉弾戦が始まりそうな予感か。やっぱ。肉弾戦？肉弾戦っていうか、お互いの本性が徐々にこう、むき出しになってくる感じですな。こう、バーンってなっちゃった。ちょっとだからバイオレンスっていうのが、バイオちょうどあの話の真ん中ぐらいまで来たんで、うん、多分ちょうど何か電子的なことが衝突が多分この辺りでバーンと、うん、だんだん激しく起こるはず。まあだからあの家に入って2階上がっちゃって私生活見られたっていうのが同化さになってですよね。うん、どんどんいじめられて、でここで助けにも来るのがこの。かっちょいじゃないですか。かっちょいですか、こう女の人から見て。え、かっちょいですよ。いや、男の人から僕は見たら、すごいこれはもうなんかこう、
なんか4股も5股もかけてそうな感じの、うん、あの、うん、プレイボーイ、プレイボーイカード。あの友達にいつも、はいはい、はいはい、あ、まあ、やっときなっていう感じの扱いを受ける男の対応。いやいやいや、もう携帯電話5つも6つも、なんかもう、ももちゃり出て、こう、あのいろいろ、連絡取り合って、そんな感じですね、これ。男から知っておけるタイプ。男としては、あんげこいつ、仲間思いなタイプ。どうだこの野郎。そう、このシーン大好き。ここで真っ白な衣装で受けて出すメリルストリープ。どうなんでしょうね。あ、もう変わっちゃった。初めて。こう部下、上司に立てつく部下。ここでそろそろ同じ土俵に乗ってきた感じですかね。頑張った。で、このメリストがちょっと可愛いというか、本質が見えてくる。あ、これ同じタイプなんだっていうキャラクターが2人。ああ、対称性という感じに後半はなっていく予感がしてきました、ね。だからまあ師匠と弟子の物語なんで。服装が明らかに違うし、足に丸ぶってみても形にさまんならないし、でもうん、まあどんどんあのすれ違いが始まっていくと。あ、でも男性から見たら自分の彼女がどんどん綺麗になっていくっていうのはすごくいいことだと思いますね。よく考えたら。いや、不安ありましたよね。というか、うん、いや、別にそれ、手の届かない。で、ああいうことになったら、ああいうことになるもん、なんか。手の届かない。ああいうことになったら、俺、自分は彼女の彼氏としてふさわしいんだろうかとか言って、こう男性側が悩み出すパターンですね、俺多分ね。これ、釣り合いが釣れてないんじゃないか。あ、これで多分男性側がなんか次浮気しそうなっていうパターンもあるかもしれないで、なんか素朴な女の子の方が好きだったり、いやー、アン・ハサウェイもメイクが完璧ですね、うん、ね、綺麗ですよね。口紅の引き方といい、うん、この眉毛の整え方、眉毛が違うもんだ。眉毛が違うと全然違う。うんうん、
やっぱりこの女の子はも、うん、同僚の女の人は持っていくんだ、うんかうん、咳払いして入ってくるだけでね、うん、あの存在感っていうか、うん、ちょっと、あ、この女の人しかもうなんか目に入らなかった。うん、この人いいですよ、本当に。ええしかしこの映画を撮るために何十着何百どんだけの衣装を用意して髪型も変え、うん、メイクも変え多分衣装とか小道具とか用意する人は大変だった、まあ、まああの係とかあのあのさあのタイアップした制作人がすごいと思います、ね、すごいいろいろあの話通してきた、まあ、ハリウッドはこう分業制で成り立ってるから、ね、これは小道具班を衣装班がすごい、ね、いやだから今のカメラアングルとか撮影もね、うん、あの衣装さんと綿密に打ち合わせしてますよあれ。そうですか。こんな風に見えるから、あの煽って全身で行ってって。この多分下から撮った方が綺麗に見えます。ここで第3幕に突入する感じですね。ついに彼女がもうもうセレブな雰囲気をねえめっちゃどうやいいじゃないですか、うん、ハリウッドスターのオーラ全開です。あだから女の人ここにはこの辺がねだからミートポイントあったりかこれがね、うん、とうとうライバルが褒めるとだんだんこの2人が相棒になっていくという同じ立場で、まあ、なんか彼女が嫌いっていう情報を前もって聞いてるとなんか嫌そうなキスに見えてしまうというのが映画のマジックですね。うん、
ここでレベッカという名前が。わざとかな、あのレベッカは。今、偶然だと思います。いや、まあまあまあ、あの、ちょっと目くばせ。レベッカ知ってる人や。いやこの金髪の怪しげな男がアンバスレを誘惑するのかな。いやいや、あのどうなん、あのね、まあ終わってからですね、その間終わってからしますね。いやだからそうかと思ったでしょ、私も確か最初見た時、うんうん、でもねこれね男が話メインじゃないですよ。これでこの男が出てきたのが3回目だから、多分何かあるんだろうけど、ね、いい人じゃないですか、ちょいちょい助けてくれる。いや別に助ける場面ありましたっけ。な、本質的にはいいやつなんだけど、こいつ遊び人だよなっていう、ね、やばい雰囲気もあって、うん、これが確かにね、いい。お友達としてはいいですよ。でも、ハマると偉い目に遭うタイプ。あ、ハマるとね、うん。いいやつはいいやつなんですけどね、これ、うん、こいつ、基本的には。いい人じゃないですか。ああ、なるほど。元彼。元彼から、まだ今彼ですね、これ。まあまあこの人はそうか、分かりはしないか、うん、しかしまあ隙間風がこう吹きつつある感じが、うん、気持ち悪い。うん、いずれ君はすごく綺麗だ、このセリフだけでいいんだ、うん、まあ、いいですね、いいっす、うん、やっぱりシナリオ巧みだと思いますよ、この君はすごく綺麗だ、これが若いのか、その後に続く言葉は一切しなくて、うん、ロングショット一発アップにした。何でしょうこの過剰な胸の首飾りは。おしゃれです。いや、えらい、あの今まででとびっきりのおしゃれな服で、かっこいいやと。お互いに心の。ああ。やっぱりこれ パリでなんかクライマックスが来るんですね、これ。なんか話の筋から来ると思うんです。あら。相棒を裏切るかどうか、なるほど、こういうちょっと主人公が、まあ、悩む場面っていうのはちょっとやっぱりミュージックビデオ風に
いやだから、最初はこの子が入るまでで、入ってから新兵からちゃんとそこの中で居つくまでが2章前あの2幕前半で2幕後半がそこのやばさが見えてくるところ、結局あの蹴落としであり、このアン・ハサウェイには母親が いたのかいないのか、そう分かんないですね。父親それちょっと終わってからちょっと話したいところでもあるんですよね、うん、母親の問題、明らかに母親ですよね、あのこの二人の関係、母と娘ですよね、うんうん、価値観の違う大人と価値観の違う娘、まあ、ごめんなさい、軍隊モードして見ちゃうんだけど、軍隊モードでいた、軍兵隊でいることは楽しかったんだけど、まあ、一枚の兵隊だったと、人を殺すとはとか、軍隊とは何かっていう問題が突きつけられてくると、この本質的な、一生懸命なったんだけど、ここにヤバさが見える。いや、ああ、ちょっとね。今から1分だけ席を外しますよ。はい、ちょっと飲みすぎ、ちょっと今日は酒のペースが早すぎた感じがします。あとからこの場面、見逃した場面は言うネクストで、また見ますから。もういい子になってる、このいや意地悪なエミリーが、つら、いなわあ、そっか、うわ派手なマイチルのいいな、昔の映画っぽいな。あのコメ、まあコメディ映画だ、時々忘れそうなんか、これコメディ映画なんですよね。え、これコメディなんですかね。コメディ映画だと思います、基本的には。カロリーたっぷり。うわー。あー、食べちゃったカロリーいっぱい。え。うん。病院なのに結構カロリー高いの出るんですね。いやだからそれはあの普通のカロリーだけど、まあコメディーだからカロリー多めに見せるのに、あの2つついて、いやこれ急転直下のすごい展開ですよ、今何があったんだってました。あとはアマゾンプライムでこの見逃したのは、まあまあ、え、おほほほ、えら、おほほほ、ああ、私が、あの行くっていうのを電話してた、そこのところで車に引かれちゃったという、あらあら、で入院しちゃったという、それはなんかキャプテン翼とかにありそうなすごい展開ですね、これ。なんいやだからそこであの私が、あ、これコメディ映画だったんだと思い出したわけです。ジャンプ漫画的な、いやだから基本的にコメディ映画として作ってるんだけど、テーマがしやすすぎて、ツッコミあの角度が、一瞬コメディ映画だって忘れてくるんですよ、見てる。本当はお笑い目指していて、確かに笑える映画なんだけど、すごい切実でいろいろなのが、ネタが笑うの忘れちゃうという。ああそう、やっぱりあの相棒の女の人にがいろいろ重要な
感じ。そしてこの映画4度目の登場の出た。この人ちょくちょく現れますけど、別に何も大したことしてないですよね、今これ。もう出てくるからね。この人、まあ、男にはすっとけるタイプ。え？この男は男には嫉妬をむちゃくちゃされるタイプ。あ、飲みに行くときには飲みに行くんだけどね、てめえとか言うタイプ。まあ、女にはあの、苦労しないっていうか、モテていいよなお前はとか言うタイプ。わさ、ついにほっぺたにキスをするところまで近距離が近い。見てる親友。この男に組めないですよね、やっぱり。うん。なんていうか、もう定時と定時アンチテーゼでこう、うん、板挟みになってる女の子の人ですね、これ。うん、だアンチテーゼのいいとこと今アンチテーゼのやばいとこが見えてるところで、どうやってとあのアウフヘーベンするのかですよね。ひっくり返った。一幕とひっくり返った。いやー、これはもうどこにこの物語は着地するのかで、いや、これさ、あの作者のあの人生観というか考え方というか態度が現れてしまうところですよね。それもね、なんかね、うまく仕組まれてる気がしてて、これ多分お母さんと娘の話ですよ、きっと。うん、そんな気がして仕方ないですよ。どうやって娘がある価値観から抜け出すかっていう。でもしかしたらそこが受けてるのかなと思ったりもするんですけど、ある種の価値観に取り込まれてしまって、その世界からどうやってあのアイデンティティ見つけるかっていう、そこがヒットしたんじゃないかなと思ったりもしたんですからね。アイデンティティの話じゃないですか、これは。本当に自分は何者かって話をずっとやると、自分を探すという話で、まあもうこれ絶対オードリー・ヘップバーンだ。うん、これはね、これはね、確かに、うん、そうそう、パリのアメリカ人ですよね、オードリー・ヘプバーンがこのシチュエーションでフランス行って大冒険やるの。まあ徐々にカメラの構図も不安定になっていくと、うん、
だから普段きっちり撮ってるんだけど、この手持ち撮影だけパシッとやりますよね、このカメラマン。うまいですよね。うん、ここはもう多少カメラがガタガタっていうレスでもいい。うまいこと。これわざと揺らしてます。うまいこと。あ、わざと？うん。多分上からスタビライザー使っといて、揺れるスタビライザー使って。手持ちで何気なく撮ってるふうに見えるんだけど、決して揺らしてますよ、これ。もう、これで5回目の登場かなと。このマフラー、この若松工事が気してそうな、このマフラーの長さがいいですね、これ。マフラー男。マフラーにね、いきますね。いきますね、やっぱりね、これ。やっぱり業界人はマフラーをするというのは日米共通なんだと思うね。若松工事が出てくるか、プラダを着た服まで。確かに考えてること似てるかも。そろそろ第3幕へ、時間的には。ここでね、この ネグリジェ的な、このガウンというか、寝巻き姿のメリル・ストリープと、えらいこの胸元を強調したこの、うん、ここでメリル・ストリープがこう メイクをしない感じの、うん、いや、これはもう一応映画用のメイクはしてるんだろうけど。ああ、だから、目の下をちょっと濃くして、クマがついてるのを使えたの。老け顔のメリル・ストリープ。メイクを落としましたよ、的な、このメイクになってるわけです。ここで。弱みが、うん、心の闇と言われるところです。うん。あ、娘だったんだってこの間で分かって。完全に親子の会話がなぜかここで急に成立してしまう。うん、メリル・ストリープもこの目に涙をためて、かなり気合の入った演技をし、鼻ももう諦めて、もうかなりこう、この役に行くぜって感じで、もうまさに勝負をかけてる感じですね。まあまあ、見せ場の一つの感じして、ここは、ここね、心の暗闇のシーンで、実はこの二人が対照系だったら、ここで客は分かるという、うん、実は同じような悩み抱えてるだけの、普通の女の人、二人。さあ、この価値観に乗るか、この生き方に乗るか。そうですね。ここでマスカラするのいいですよね、戦闘準備するの。
意味に気がつくマスカラしてる自分が。まあ、地味にこの頭で上げた丸いバナナのおじさんも非常にいい縁存在感だったと思いますね。この人やっぱり、ね、いなきゃこの映画成り立たないよね。楽しみキャラクターの立ち方本当にいいですよね、うん、みんな感情移入できる。なんかわけのわかんないあの使い捨てのキャラクターがいない気がします。やばいですよね。いかがわしい男と距離がどんどん近づいてきます。もう川村さん完全男の敵扱いですね。いやですよね、でもこのこの男、ね、悪かったな、俺をモテねえよって言いたくなる気分がする。この男の話で白いにやっと笑うほど白い歯がこうなんともない。で、あの実はカッコつけてるからカッコつけるように絶対見せないで。うん、まあでも案外年はいってますよこの男、うん、あのいろいろ、うん、あの人生の、うん、あのいろいろ挫折も経験してそうな感じ。いやだからやっぱりなんかこの俳優さん好きだからかもしれないけど、やっぱこの役勝ち取ったんじゃないかって気はして仕方がないですよねこれ、うん、なんかこうあの年齢とかで離れそうなんだけど、俺にやらせてくださいって売り込んだ気はする。でもまあ人生の苦労はこの顔の芝居にちょっと出てますね。え、黒幕？黒幕。黒幕。どうして悪いように言うかな。いや黒幕じゃないですよ。まあ玉の利を得るぐらいの感じですよこの弟は。まあ、もうこのやこのねこのね似合ってるじゃないですか。だから嫌なんですよ。え、なんで嫌なの、いいじゃん美男美女で。もちろん男は俺の敵。違う、いや男はみんなそう思うから。いやでも案外この眉間のシワとか目尻とか苦労があったかもしれないな。だからその辺でね、この音がギリギリ嫌なやつではないんですよね、映画見てて、うん、どっかあの本当のことが入ってて、で案外ハンサムでこの主人公この男がクズでも幸せになるかもと思うよ、ね、エッフェル塔から来るか。びっくり、うん、あ綺麗なこれ、あ綺麗なショット、あ
今の試合が試合入りまくったショットです、うん、これやりたい、しっかり当てまくってますが、うん、この照明を設計するだけでもう何時間かかってるかということです、うん、いやだからあの最大限はあの肌の質のあるシーンなんで、めちゃくちゃロシーだ、でもコメディになるここでもうだいぶこの女の子の価値観がぐちゃぐちゃ、ああこの人黒幕だったんですかね、この男の。まあまあ、あの、この、まあ、本当に黒幕だったの。買収というか、乗っ取りというか、ミランダを追い落とすために、いろいろ、辛抱、遠慮をさせて、だから、サポートした。近くにいたという。自分は利用されてたのかしら、みたいなことなんですよ。はい、この鬼隊長、この鬼隊長守んなきゃと思っちゃう、またコートとバッグを。
もうなんかみんな片つ飲んで見ちゃうようにうまく演出して、これはあのズームですね。はい、隊長の方が一枚上手でしたってやつで、まさかまさかの嫌っていたはずのあの人は、なんでしょうこの勝ち方向。ああこの人はすごくいい視線劇、視線が交錯してますね。なんか、うん、なんか急にジョニートっぽくなってきました。何を見るかで全ての気持ちが分かっている。戦後。隊長は本当に化け物だったという、うん、右往左往しちゃうのがバカバカしいぐらいの、まあ化け物というか、まあひょっとしたらニヒリズムとかね、うん、まあ、うん、ニヒリズムも化け物今だからこの化け物の頭の中で3つぐらいの場面が交差していくっていうのをやりましたよね。アップだけで何を見てるかが正確なんですよ。これこの人運転席見るか外の景色を見るかその途中の自分の思いを見るかを、うん、これはあのひょっとしてスクリーンプロセスですか。これはひょっとしてあ、かもしれない。あ、そうですね、これ。きっとこれは、すくい、この照明の当て方は。本当ですね。なんでここで急に、50年代、スクリーンとの50年代。多分50年代やってますよ、ヒッチコックとか。スクリーン。ファイナーベース。明らかにスクリーンです。はい。ここで急に1950年代のハリウッド映画の気も何なんだこれは。いや、あのだからここで分かるんですよ。それは最初から得てたってことに、うん、ああもうこれ次の世代に託す話なんだ。そういうこと、うん、ああなるああいいなこの視点いやいいっすねこれ、うん、ああもうこの親子の間でしか分からない世界になっちゃってるとか、うん、ていうかこの価値観の2つの価値観を比べてきてた私たちだけが分かる世界この2人と。
ここでバッチメイクじゃなくなってるというね。うん、服装も心なしか、うん、ちょっとだけ、うんうん、戻ってる。うわすごいですね。あの膝回心度の深さってあって、うん、あすごいですね。前髪を下ろしてしまって、スマートね、困ったんだな。まあ先生指定もの先生と。やっぱり自立の話になってんだな、これやっぱ、うんうん。自分の価値観っていうのの話になってくんだな。あ、出たこの意味だぞ、大好き、このセンス大好き。また青くなってますね、この人のメイクは。大変戦い。戦闘迷彩に戦闘モードになってるんですね。あ、やっぱいいですね、これ。うん、いや、はあ、あの。新人がいるし完璧っすうわーかっちょいい。うん、ああいいな、この絵の。なんだこのエモーションな感覚。うん。メリストリープいいな。メリストリープがいいな。
やっぱりこの人で締めた。いいな。いい締めした。ああ、そっか。ああ、ガタね。なるほどな。まあ、いいぐらいでしょ、これ。ああ、いや、もう、なんか、すごく、いい映画一本見たなという、すがすがしい気持ちになれる気はなります。いや、ね、私はなんか、すっげえいいサスペンス映画見たような。怖かったな、この映画。怖いです。やっぱ怖い、怖い。怖かったけど、よくあの子は逃げ切ったとか思ってる感じだ。え、逃げ切ったの？そうそう。あの子は一歩間違えたら魂売ってたなっていう。魂、自分の魂を取り戻して、自分の生き方取り戻したって爽やかな前方したんだけど、怖かったよ途中とか思いながら。いや、あのまんま行ってくれてもいいんだけどっていう感じだったんですけど、あのまま行ってくれてもいいんだけどっていう感じだったんだけど、やっぱり戻ったか。あの悪魔の後継ぎじゃないですか。いや、後継ぎでもいいんじゃないですか。不幸ですよ、人生不幸ですよ。ダメだ。だ、表面上飾り立てても内面はボロボロだっていう、生き方を選ぶのかという、シビアな問題がそこにあるんですね。こう何回も何回も離婚しちゃって。いや、結婚しなきゃいいのよ。いやいや、だから。いや、双子いませんよ。あれ、双子ってことは、人ったわけじゃないでしょ、誰かを。あ、うん、いや、自分の子でしょうけど、いや、これから先はね、別に結婚しなきゃったらいいじゃん、みたいな。旦那いらないっしょ。それはそれで、あれ見てた茨の道ってのが分かるようにやってるじゃないですか。決して幸せで、あの2階は決して平穏な幸せはないという、双子の娘だけは幸せにしてあげたいんです、あの人は、ね、決して2階には幸せはないんです、あの屋敷の、ね、それだから見られるのが嫌だっていう、地獄を見られるのが嫌だっていう。だからメリル・ストリープはあくまでもスターなんですよ、トリックスター。うん、ハリウッドの1950年代とか50年くらいまでの、もう、まばゆいばかりのスターなんだけれども、自分はその後を継げるかっていう、非常にシビアな問題を突き進められて、いやいや、そんなことないよ、まだあんな飾りっ気のない、トリックスターのあの飾り。表面上綺麗な世界だから、自分は自分で新しい世界を生きていくよという感じで、ね、終わったのは本当に良かったと思う。まあ、だからどの道を選んでも結局は自分で自分を決めるんだってお家に持っていったのは素晴らしくて、あれが爽やかさの原因ですよね。うん、あのメリーストビはそこは分かっちゃうというところで、あの道行ってもいや、それはそれであの価値観の違いで信念持っていきたいやいいんだっていうところで落ちていく、あの落とすというか、うん、あの爽やかさいいんだよ。でもやっぱりね、サスペンス映画を見てる気分にはさせられて、怖か、あのいい子がね、やばいよそれとか思いながら、あのむっちゃいい子がね、可愛くていい子がね、綺麗になっていくんだけど、その分魂をどこへ行くのかなっていう、メリル・ストリープあの悪魔になっちゃうのかなっていう、うん、がその辺は。だちょっとレベッカとか、あの昔の七国のサイコスリラを思い出すんですよ。あの純真無垢な若い女の子が、うん、美しい若い女の子がやばいことになっていくと、だんだん歪んでいくという、でそこからどうやって脱出するか、その何だろう、呪いを断ち切るかっていう話に。だスター誕生の映画ではあるんだけれども、スターのまばゆい光スポットライトに浴びるところではエンドタイトル終わりました。ではやめといて、うん、やっぱり自分は自分の道を行くと、うん、いやで結局、うん、この映画やっぱりその辺がいいんだと思うのは、そのアイデンティティを確立する話で、
きっちりあのアイデンティティをどうやって見つけるかっていう成長物語になってるんですよね。雲の上の存在に憧れるけれども、なんかそっちは違うっていうんですね。だからそれがね、あのファッション業界だっていうのがね、ちょっとやっぱりいろんな人の女の人には刺さるんじゃないかと踏んだんですよね。美しくなるっていうことがちょっとで、あの実は美しさを目指してなくいける人が美しくなれるんだってことになって、うん、美しい業界にいてそこの価値観に入っていくんだけど、それ最初目指した自分の夢とはちょっとずれていってしまうというのが後半になってて、やばいことになっていくという。で最終的に自分はどういう人になるかを選ぶというね、うん、固まってる。あ、私が固まってるのかなこれは。いえ、あ、ええ、なんか違ったかな。あ、うんうん、あだけ静止画になってますけど、ね、ああ、オッケーです。でも音はずっと全部あの消滅なんで大丈夫ですね。いやだからなんかあのいわゆる、うん、なんだろう、いわゆるまあお姫様とか。お姫様コンプレックスの話でもあるんですよね、きっと。だから自分は美しくなれるはずだとちっちゃい頃は女の子思ってたのが、それがデフォだった、まあ、男でいうと仮面ライダーになれとかそんな感じですよね。ジェダイの騎士になりたいみたいな感じですよ。そうそうそう、その女の子版でお姫様になりたい願望があるんだけども、大人とそれとは違うアイデンティティができてきたり、それにはなれないと思った、慣れるとなった瞬間にそこの誘惑に駆られてしまうという、でも私は何者だろうっていうのがやっぱり後半出てくるね、その状態のっていうのが、でその中でやっぱり最終的にメディウストイム、あの笑いで終わるのがかっこいいのは、メディウストイムはそこは分かって、 あっちも分かってきて、でそのまあシナリオが巧みなんですが、で結局アイデンティティに信念持つかどうかっていう話よねっていう、であの子はやっぱり最初の時より可愛くなってるんですよね。うん。あそこで、うん、なんかいい感じで可愛くなってね。ね、すごい綺麗く。うん。まあ緊張感の厨房で働いてたあの彼氏はどうなったのかまで、ね、分かんないけど、まあ多分分けてやってくれるんでしょう。まあまあ、うん、行くんでしょうあれは。あれはいい感じで別れたんじゃないですか。あれ別れたんですか、あの二人は。え、だって。引っ越すってなるでしょ、うん、で彼女は、ね、まあ、あの面接受けて合格でしょ、読むんじゃないですかあれは。ボストンにはいいパンはあるよっていうのは、うん、で泣いちゃうっていうのはそれはあのまあ遠距離恋愛に行くんだなこれっていう、うん、まあだから最大の機会はやっぱりあのにやけ男ってやる、ああいやいや、だからあの男のキャラクターがうまく作ってあって、うん、であの男行っちゃったら、だからあのやばいよねっていうのが最後に戻るっていうのはまあな、でやっぱりごめんなさい、なんかだからその辺のアイデンティティの確立の話としてすっげえ面白いとは思うんですけどね、うん、だトリックスターとか共造、あの身の丈を超えたあの雲の上の存在に自分はなれるかっていう踏み絵を迫られる映画で、やっぱなれない、ま、なってほしかったな。そうなんですか、うん、なってほしかったな。いや私はほっとしてみたんですけど、ね、あのよかった、アイデンティティしてないで自分は自分っていうのはあの信念をすねないでくれてよかったと、あのどっち言ってもいいです最終的に、ただあの明らかに途中であの子の信念と違うっていうのをやって、それがテーマになってきたんで、まあ確かにあれがね、いやだからまあ、そうその辺のひねりが面白かったところですね、あれくっついちゃうと、だからあの子が悪魔二代目になってもうつまんでやなという、うん、でまあ悪魔二代目候補、まあその辺巧みなのは悪魔二代目候補ちゃんと残してることね、あの相棒の、青いマスカラの女、うん、青いアイシャドウの、アイシャドウ、うん、見終わった時にバッキー人がうまく出てないというのが、ね、実はね、
ただこれファッション業界の話だけど、これ実は映画業界の話ちゃうかなっていう気もなんか、それはメリル・ストリープとあのアンファ・セーバーがあの最後に出てきたあのスクリーンプロセスで車の中で話してちょっとなんか50年代のハリウッド映画の女優はこんな風にして表面上は華やかできらびやかだったけど内側はぐちゃぐちゃだった。メリル・ストリープはそれに準じるとあくまでもけど庶民とは手で届かないスターの美人メリル・ストリープは準じるんだということなんですね。じゃあ残された我々アンソフ子供たちの世代はどうやって生きるのかという難しい問題があって、今さら50年代60年代の映画のスター華やかしの彼氏の頃の時代にはもう戻れない、うんうん、かといって70年代のニューシネマみたいに終了は終わるわけにもいかない、うん、ぶっ壊して終わるわけにはいかないというどうすればいいんだっていう、まあ、結局あの自分が今いる場所で頑張るしかないっていうところに最初は結局あのこの映画って最初のスタート地点からぐるっと遠回りして元の位置に戻ってきただけの話なんですよ。そうそうそう。でその行って帰ってきてちょっと成長したよっていう話、うん、ちゃんと成長してる、うん、綺麗にもなったし、綺麗になったし、でまあ、だからその辺方がやっぱり 最後爽やかな感じがするし、こんだけ嫌な話、うん、私が見て嫌な話、怖い話、怖いホラー映画なんですよこれやっぱり。なんだけど最後爽やかな気分になるし、いい感じになって、うん、やっぱりその辺が後味よくて、うん、ねえ、いい感じで、なんか勇気づけられた気もするんですよね、うん、いろんな意味で。そう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 、アイデンティティ、あの自分を信じろっていうことは強く言われてる気はして、あの気持ちの映画にはなってるので、うん、だからもうアンホサウェイから見て一回りか二回りか三回り目か見たあの上の父親母親からの世代から見て、あなた頑張っていきなさいってこうエールを送られてる映画だと思うんで、もう私はもうスタートして死んで雲の上のもう手の届かない高嶺の花として死んでいくけれども、あなたたちはもう頑張ってねってこう自分の娘に言い聞かせてる感じがしますね、うん、これ何年なんだ、2006年の映画です、6年ぐらい、うん、でもこれもだからやっぱりこの次がまたありそうな気はして仕方がない。これはこれでまたアンサフィエの立場も辛くなるよねと思ったりもしないではないんですか。ただそのアンファセイは知っちゃったわけですよ、このあの麻薬みたいな、麻薬っていうかその覚醒剤じゃないけど、あのちょっとあの、うん、あの禁断の果実をかじったアンサハサウェイは果たしてどうやって日常を生きていくんだという難しい問題なんですよね、うん、まあまあそれともう一つは多分アンサハサウェイが無邪気に信じてるなんかジャーナリズムとか無邪気に信じてる自分自身というのがまた問われてくんだろうなと思って、うん、でそれはあの多分あのそのメイリストリープが、ね、50年代 の, あの成功者のイメージね、50年代60年代50年代ですね、あのイメージも、まあ、メイリストリープはそこを信じたんだけど、それも後の世代から見たらそれいいのかっていう話になってくるという、でアンサフィが今は無邪気に信じてるこのジャーナリストとか堅実な生き方みたいなのもそれでいいのかっていうのはまた問われていくんだろうなと。でもちろんその間にはあの反抗の世代があるわけじゃないですか、ジョバーグとかニューシネマの感じがあの、こんな世界クソみたいな世界、あの拳銃撃って叩き壊してやる、死んでやるとかいう世界があって、でそれが終わってアンハスがまた堅実になるんだけど、かさあこの堅実さはまたなんかそれは本当にいいのかっていう話になる気はしないではないのよ、ね、ちょっと。いや、その次の世代が多分また、うん、どんな話を考えてること甘すぎるっていうのが、また来てるような気もしないんじゃないですか。で、まあ、
もう今それぐらいがあってちょっと虚無になるのかなと思ったりも、うん、でそれを信じる力が、うん、繰り返せるような2006年ぐらいまでは多分この映画を見て女の子たちは頑張ろうって思った今これ見てどう思うかいやでもあのやっぱりあのアイデンティティ確立してる思春期みたいな私もやられてたと思うよ、うん、はい、どうしたらいいのかって思ってこれはある種の答えを出した、うん、逃げないで答え出す映画ですよねきっちりこれやっぱり、うん、ここは、うん、まあ、さあそっかえ次は君に読む物語はいまあまたよかったら確かあれ泣ける映画でしたよね私はね前見た時は泣かなかったとは思うんですよなんか泣いたような気があまあまあうんそれも分かる気があのたような、ね、うんうん、あのふわっとあのいい映画あのいい話なんかうんねえプラザを散った悪魔見てちょっと泣きそうになりましたね本当にいい映画だメリルストリープはほとんどあの終盤セリフがなくなっちゃって、うん、自分のアンハサウェイを見守るあの目線のこれ多分視線劇だったんだと思う今になってやし目線と目線の映画だったんだってそうですこれ、うん、メリルストリープがアンハサウェイをふっとラストに見て、うん、まあ、あなたはまあ、あなたは信じる道を行きなさいっていうエールを送られてる感じがして優しいですよね、うん、優しい、あれはすごくいい感じ、うん、だからあれもねメリーストリップであのメリーストリップが微笑みを浮かべるって一行だけでねあの役者でやっちゃったっていうのはすごいですよね怖いとか言いながらあれだから何もあの、映像で語るっていうのももうあそこだけはやめてふっと笑うところな、もう演技でなんとかっていう。分かんなかったそれでいいっていうぐらいのつもりで言ってるので、メリーストリープちゃんとやったなっていう。あれ怖いっすよ、あの映画一本締めると自分の微笑みで。しかもかすかな微笑みで、複雑なのを全部締めるという。そう、怖い。関係ない、あの微笑みだけで全部そう、関係ない。だから、あの、役者としてはあんな怖いワンショットはないなっていう。演じる側から、来たら怖いわけか、そうか。あの自分のあの、かすかな微笑みで、絶対、あの、微笑むぐらいしか書いてないと思うんですよ、シナリオで。であれを、ああいう抑えた。で、簡単に微笑んでしまっては、あの複雑なもの全部消えちゃうので、その辺、どうあの組み立てていくか、気持ちを。あの時なぜ微笑むかって解釈どうするかっていうのは大変な仕事になったであのワンショットでだから何十億円もかかってる映画を締めるわけじゃないですか怖えとかやったとかあの表情だけでやらないといけないから確かに難しそう表情、うん、だから見て、彼女、あの、プラで起きた悪魔は何を感じて、あの、微笑むって書いてあるけど、なぜ微笑むのかっていうのは、きっちり、あの、組み立てていかないといけないワンショットです。で、あそこが、あの、ちょっとでも、あの、不信感を抱かれたらおしまいじゃないですか。責任重大。わかんないとか言われたら、何それとか。え、なんか不自然とか思えたらダメじゃないですか。あ、なるほどってみんながわーっと言うからな、あの、1800円払って入ったみんなが思うって買ったなんて怖い怖い怖い。いやー、これは賞取るわって。あの、監督も全員信じてやると。あ、これの次に、あの、これのあの、アンハソレの次の曲で、あの、似たようなので、あの、マイ・インターンっていうのがあって、あの似たような今度はこのアン・ハサウェイがなんか義勇みたいなあの弱者あの安いアパレルメーカーの社長をやるやつがあるんですよ、うん、これも見たんですけどこれが私にとって結構謎な映画で不思議な映画ですあの今度はねこれねあのこの
多分プロデューサー仕掛けたんだと思う。今度はね、その女社長の若手の30代ぐらいのバリバリのやり手の、安いあのメーカーの、社長で、インターンにあいつが来るんですよ。あのロバート・デ・ニーロね。ロバート・デ・ニーロが来ると。絶対これあのプラダを着た悪魔の逆やってんだって思いながら。でまたこれがちょっとあのいい映画なんで面白い、これもコメディで面白いコメディなんですけどね、謎なシーンが結構あって、あ、そうですか。あれはでも バディーものとして楽しんで、なんかテレビで見ながらなんとなく見た感じですけど、そこまで、うん、深い映画だっていうか、うん、仲間内の映画とも思いながら見たんだけど、うん、なんか、うん、いや深いものがありました。デニーロがやっぱり謎なんですよ。デニーロと奥さんの関係一切かあの書かないし、奥さんほとんど出さないし、で実はそれが書けないような気がするんだけど、それは見せないという不思議な演奏、うん、そんでいつの間にかできあのあのでロバート・デニーロは新しい彼女を手に入れてるという変な、うん、映画で、最後なんか対局拳をみんなでして、なんか分かったような気にさせるみたいな感じの変な映画でしたね。そうそう、だからちょっと謎多いでしょあの映画。うん、いやだからやっぱりあの雨に歌えばのあのシーンを永遠見てるやつとかね。あ、やっぱり謎かけられてる気がして、監督にむっちゃ謎かけされてる気分になって、で映画館出てきて頭の中謎でいっぱいだった覚えが。いや、あのコメディとしてはようできてるんだけど、そのコメディの裏側に何かされてる気がするぞって、何か仕掛けられてる気がとってもした映画なんで、あれは。いや、もう一遍ちょっとなんか、いまだに謎なんで、あの映画。いろいろ謎が多くて、なんか、あっちもちょっと楽しい映画ですね。やっぱこの子、ナンハサウェイいいっすよね。ああ、それは確かに、いろんな人の。若い女の人の支持を受けそうな感じがしますよね、なんか。ユミキン・フラットさんもいい。まあ、大体、冴えない、みそぼらしい女の人が、白鳥とな、綺麗になっている。まあ、パターンであるんですね。やっぱ その辺がいい、あのみんなが楽しめたことかもしれません。すごい単純なあの白鳥物語をやっといて、その裏に社会問題とかアイデンティティの問題とか、やばい問題いっぱい散りばめとくという、まあどっち側でも見れるようになしとくというのは、まあスター誕生の映画になるかと見せかけて、こう引っ返して帰ってくるね。すごい帰ってきて、その中に多分あのリアルなのは母と娘の話をきっちりやってきて、実はお母さんにどう反抗するかって話だし、どうやって相手に確立するかって話で、しかもそもそもの危機が彼女のアイデンティティがあやふやなことなんですよね。で、あの危機感って多分あの女の人はリアルに感じてはるのかなと思ったり、そのいわゆるシンデレラコンプレックスみたいな話になってるので、だからアン・ハサウェイの母親っていうのはこの画面に映画には一回も出てこないんだけど、写真だけで語られてる、幼少期の写真だけが一枚だったら出てくる場面があって、おそらくも母親は多分死んでるんですよね、多分ね、多分、母親から愛情を受けずに育った女の人がメリル・ストリープに母親の代わりを見出し出したけれども、メリル・ストリープは芸能の世界で雲の上の手の届かないところで潔く死んでいくと、娘ならあなたはもう好き、もうあなたの思う通りに生きて行ってくださいというの願いのようなものが見られて、もう、いい映画なんですよこれ本当に。だから川村さん、川村さん、だからそこのいい映画っていうのはどこから来てるんですかね。なんだろうね。やっぱり、なんだろう、憧れ
うん、なんかそこあのシンデレラコンプレックスや雰囲気を見事にあのシンデレラを見事にやったんですよ。これ そ, うそれを自分の力でやってるっていうのがいいじゃないですか。男に頼らず、ちょっと頼ってるけどでもいいのよいやでもあのハゲ声でも魔法使いが出てくるじゃないですか、うん、ちゃんの馬車用意してくれる。いやあれはうん必要あれ必要ですよね、うん、あの魔法使いはね、いい魔法使いは必要ですよね。うん、うん、いや僕はもうメリル・ストリープが全てを背負って死んでいくというこの構図にも泣けてしょうがないというだからその見方ができるように作ってるのが多分受けた理由かもと思う。メリル・ストリープ、シンデレラのあのシンデレラのママ母もあって思わせるっていう悪役にあって思わせるのはやっぱりうまいですよね、最後の絵で。いやだから言ってみればゴジラでいうところの芹沢博士はもう自分で死んでいくけれども、大型さんとあの人だから河内桃子ともう一人の人は、まあ子供生きて生きて子供だそういうことで育てていくんだろうなっていうあの感じだね。だメリル・ストリープはもう悟った。もう自分は死ぬ。この業界で最後の最後まで、雲の上の存在で、でもそこからスタートして死んでいく。娘よ、お前は、もう自分の生きたいように生きろ。っていう、このメリル・ストリープの方で最後、こう、感情移入して、もうありがとうございますって感じです。自分たちは頑張って死んで生きていきますっていう感じですね。あなたメリル・ストリープはもうスターとして死んでいくから、もう自分たちは地に足のついた人生を生きていきますので、うん、ありがとうございます。スターは星として天井で雲の手の届かないところで、スターとしての役割を果たして死んでいくという。まあ、そういう意味で言ってみれば価値観の交代きっちり逃げないでやったんですよね。うん。うん、で、あの50年代の価値観とかそれを否定するんじゃなくて、いやそこにも意味あったんだけど、いや違う価値観で生きていくのもありよ若い人はっていうふうにやってきたんで、そこのレベルでも納得いく、あの逃げないで納得いく終わり方をさせたんですよね。あれあのコメディとして簡単に成立したならメイストベ悪者でもよかったんですよ。いや死んだ物語やるならその方がやりやすいんですけどね。そうだけどそこもきっちり答え出してきて逃げないで丁寧に作り込んだんですこう。うん、納得感ある爽やか、じゃ爽やかな終わり方したんですよね。そう、終わり、あの終わり大事そう終わりが大事、爽やかなこの味わい、爽やかな終わりは大事ですよ、うん、ハッピーエンドが好き、うん、あでもそっか、宇宙人ポールとかあの人、サイモンなんだよ、あのイギリスのあのコンビいるじゃないですか、あのコメディーが作ってる男二人だと、あのサイモン、ベックじゃなくて、サイモン・ベックはこれこの役者さんだ、あのさっきのサイモン・バーチ違うな、何だったかな、あのあショーン・オブ・ザ・デッドとかあの宇宙人ポイとか作ったコンビ、あのでイギリスは そっち側だとね、この生きてし帰りをやったりするんだけども、でも最後男同士男だと戻ってきて、もう元の木阿弥っていうパターンになるんだけど、ここちょっと成長させるんだなと思った、うん、でなんかこの後ぐらいにちょっと受けたイギリス人たち のコメディアンだと元の木阿弥に戻るんですよね。それは嫌だな。いやだからそこがね、あの嫌なんだけどもリアルなんですよ。でいや結局あの青いたり方式を使ってたから、もともとここにあった最初、こんな現実から逃げ出したって現実が実はそこが幸せだったって気づく話ではあったりするんですけど、あこの幸せはちゃんと大切にしようよっていうことに気がついていくという。 でもこの今回のやつは最後ねやっぱりあのいやだからそこはちょっと時代なのか男女差なのか分かんないんだけど成長してるなと思って、うん、あの明らかに綺麗、アンハサウェイが綺麗で魅力的になってるで、そうそれがいいんですよ最後に、それが多分、ねうん、それがなかったらあーっていう
いや、だからやり方としてはそっちもありだったんですよね。あの元の木阿弥でまた T シャツ、最後に T シャツ着て現れて、あのバリバリ仕事してて、そもそもこの生活で行ったの、あの幸せだったんだって気がつくってやつもよかったとは思うんです。で、どっちを取るかなんで、でこの映画多分その成長したのが成功してるんですよね。うんうん。だからシナリオ書くときはここ迷うとこですよ。どうするオチっていう元に戻す。やっと成長してほしい。でそのね、映画見るとそう、もうそれ説得されるじゃないですか、うん、ここに作り上げてるこのやり方ただシナリオ書いてるのがシナリオとか絶対悩むんですよ。そこいやだ、自分の世界観とか主義主張の証明になってしまうから、うん、あ危ないと思うんですよ、うん、作る側はそうなんですね。あのシナリオ書くとき絶対迷ったとかです。これどっちを取って最後どうするって言ったで、うん、今回あの今回とか、まあ、原作もそうなのかもしれないけど、あのあいつのあいとメイルストリープの笑い顔で落とそうと、うん、ふっと笑うだけで落とそうってやつが、あのうわー世界とか映画みたいな世界なんですけど、うん、これもしかしたらだから作ってる最中に撮影とか何かをミスしたらこれが失敗したかもしれないですよね、恐ろしいことに、うん、シナリオ書いてるときはこれでいこうと決めたんだろうけど、さあ成功するかどうかに乗りましたね、これを。あだから、まあ、こんなのやるときに次どうするかとかいろいろ考え、だついついシナリオ、自分がシナリオ書くときのこと考えたりしちゃうんですよね。いや、だから、役者さんも、だから、ある意味責任重大で、このおしゃれなのを、あの、あなたの笑顔を一発で納得させろっていう、ちょっと来ましたからね。ふっとあの微笑むというだけでこの何十億かかかった映画終わらすからねという恐ろしいショットラストの確かにまあライターさんもかけたんでしょうね、そこ、うん、でもそれができるような女優さんを抜擢しないといけないっていうのもあるだからちゃんと、うん、アン・ハソウェイとか若手で売り出し中の女優さんとメイル・ストリープの大御所を組み合わせるというこのやり方ですよね。だからアン・ハソウェイはもうしゃかりきになってやんなきゃいけない状態作っとくと。でメリル・ストリープは実はアン・ハソウェイもものすごい難しい役を振られてるから、メリル・ストリープも意地でも負けるわけにいかんという、見事に指定対決をまんま現場でもやるという。いやいや、でもバイプレイヤーの芸達者っていうか本当に、うん、クリッド本当に良かったです。本当に脇役っていうか、うん、青い愛称とかエミリー・バル、ブラントかな、エミリー・ブラントあの人よかったですよね、本当に。うんだ、うん、アンハセウェイよりもバイクレーダーの方がもちろんうまいちゃうかみたいな感じ、うん、いやだからアンハセウェイ主役なんで、あのさせてませんよ変なこと、うん、あの芸達者のとこ見せないように、うん、気が使えないようにやってるんだけど、でもアンハソウェイ実はあの人めっちゃうまいですよきっとやらせたらあれもできるような気がする、うん、あの小技を使うなってやられてる気がする小技は使わせてもらってないという。でエミー・バレットさんのあのあっちはもう小技いっぱいでやれっていうのが、うん、もうみんなだから、うん、でその、うん、その仕掛けに乗って顔芸全開ですよね。そうそうそうその仕掛けに乗って最後の電話であの人が打つときみんながわーってなるっていうやられたってあ最後にか彼女の単体のアップ持ってくるんだっていう電話でみんなだからもうあのまま忘れされるんだと思ったときにあれですからね、うん、そうするとで、ね、そこに電話かけた主人公の格が上がるという、ね、うまい計算がああ、ね、あのとこ役者さんの、 あの演技合戦面白い映画ですよね。うん、あじゃあ、 あのまた来週は、あれですね、まあ、篠崎さんが来る、また来週はあの新しいゲストさんが来る、はい、あの篠崎さんが来るのかな、来週は。うん、でもう、岡本さんもいらっしゃいますよ、来週また。まあ、はい、どちらでも、まあ、空いてたら来てくださいませ、はい。で、はいはい。で、あとは。片岡さんがね、久々にね、なんか仕事次第っていう話なんで、今ちょっとお忙しいらしく、なかなか参加できてないっていうので、まあ、なんか、
来週はなんか、あの、そうそうそう、あの、その来週の映画の、あの、なんだ、あの、君に読む物語っていうのが、はい、篠崎さんがやるとか言ったら、もう女性誌が、わあ、私も私もっていうことになっちゃいました。あの、結構ファンが多い映画でございます、女性誌。はい。確かなんか、良かったイメージが。私はあの面白かったのはすげえ覚えてる、謎解きの映画だったのは、あの感動ものでいい話なんだけど、実は謎解き映画としてむっちゃ面白いという、ああそういう、ああってか思ってラストの話なんかどんどん、ああそういうことかっていうのがだんだん、あのカードがひっくり返せていくような、なんか、かあの感動があった記憶があります、前見た時に。はいはい、あで、そうですね。で、また来週はそれをということでございます。あ、はいはい。じゃあ、一旦ここで、放送終わりますので、お別れをしときましょうか。じゃあ、お疲れ様です。はい、バイバーイ。また来週。このままやっと